剣豪将軍叩き切る三好も織田もって三好はもういなくなりました。世がですね最後は配下に置いて、心中させて、それから長宗我部が世の心中した三好を食べるというですね、食べさせてやったんだ。その後の世は浅井を滅ぼし、これはね良かったですね。本願寺と浅井のこの勢力を吸収したのは世にとっては大変良かったよ。うわというところでですね、赤松目ですね、我々に反旗を翻し幕府を転覆させんとするこの小寺、赤松、そして勘兵衛、なんと意地汚い奴らよ。今日を炎の海にさせんとするこの不埒な仲間、世が成敗する。今日も世のご成敗日記始まっていく。中学生日記みたいな感じでね、ご成敗式目何を偉そうに偉そうに文国法を言うんじゃないよ。文国法、あれ違うか。ご成敗式目はさあ今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。ね、出てこないとね楽しくゲームを言うてしまうのよ。ただいまですね、花熊城を囲んでおります。花熊城、黒田官兵衛が城主、耐久は3800、割と小さいですね。で、援軍が来ておりますね。これ援軍に囲ませましょうかね。で、我々は先行きましょう。これ、いや、どっちがいいかな、これ。どっちがいいと思う皆さん。洲本行くか。でも洲本行くと長宗我部と接してですね、長宗我部とやり合う準備はしてないわけですよ。長宗我部とはやり合わない。なので洲本は一旦置いといて、三木、五着、こっちの方行きましょうね。はい。でもう毛利とね接するんで、毛利とは同盟打っときましょう。ごめん、名を結んだ。外交姿勢落ちていく。もう同盟だらけだぞわしらは。さあ早速これで親善も入れる。どうしようか。長宗我部が今信用40なんですよ。長宗我部も結んどいた方がいいか。そこまでやって、とりあえずやって長宗我部を倒すか倒さないか。倒さないっていう選択をするともう織田と戦うことになるんだが、それごっついな。長宗我部倒したいな。まあ今は戦う時ではない。油断させておけ。5ずつしか上がらねえわ。まあ4ヶ月か。4ヶ月でやっていこう。よし、花熊。いいですね。織田勢だけで行っております。で、一回りするんですね。これ一回りしないと迂回できない。めんどくせえ土地だ。さあ出てきた。5着から1000。どうかな。いけるのかお前。ちょっと手前で待ってもいいんだぜ。まあ制圧したりちょっと包囲して削りながら行きましょう。旗の家との接触完了。足利家中となりました。すぐなれよお前。将軍だぞ。要はなんで将軍があれだよ。将軍の一声やろうが。もう将軍キョンキョンって鳴いたらもうなるだろうが。普通はキョンって鳴いたら鶴の一声って言いたかったのに、なんかキョンの一声になっちゃったね。鹿みたいなやつ、キョン。さあ、旗野の八上城ですね。どうしましょうか。本領安堵しちゃうかな。うちにはね、野心を燃やす武将がいっぱいいるんだよ。本領安堵。働くがよい。そのままにしてやる。ここはなんか大きいの作れるのかい。大きいの、何を、え、ここ何にも作れない。くっそ田舎。丹波のクソ田舎、何にも作れないのこれ。大農村とか。わお、マジかよ。あと掌握が一箇所抜かして全部終わってんのね。どうしようかなこれ。足柄大将の宮部とか全部やっちゃうか。ああ、宮部はダメだった。しまった、失敗した。そしてお金がねじゃんじゃん増えましたね。これ家宝もね買っておきましょうね。初めての家宝。
おお、お金が余っている。他方に変えておこう。8等級10等級、こんなクズみたいなものしか買えない。これ8等級なんか全然効かないもんな。この人たちはさ、だいたい7ぐらいできてさ、7から8に上がったってさ、抜かれちゃうもんね。困ったもんだよこのゲーム。これさあ進めましょう。行くさぞ。あ、なんか城から湧いてきた。小寺だ。あの大河ドラマの悪役小寺。いざ進む。戻れ戻れ。小寺が追ってきたぞ。あの小寺め、余が叩き切ってやる。よし。始めようか。ご成敗式目始まる。ペッペッペッペペペペペペ。なんでか、なんでか歌クイズ。始めようか。成敗。1万1000体、1600。ふん、この小勢が。でしょばりよって。はい。終盤ですね、もう。みんなで突っ込みましょう。始めよう。はい、ですよ。誰からでもいいですよ。先方は溜まっております。相手は小寺の小勢700。いけ、吹っ飛せ。攻撃、三つ淵砲だ。お前の弟どこ行った。もう戻してもいいだろ、見失いないんだから。さあ、先っぽに触るか触らないかからの一番やり。遅くね。もうこれは撤退。小寺ごとき。さあ全員やってございます。ほとんどね、被害はなかったと思いますね。ピュッピュで倒したんで。はい、勝つとし。133人減。相手5人しか残ってませんね。158人。だいぶ散々に蹴散らしてやりました。何せこっちは将軍だ。蹴散らされて当然。さあ、幹事を落としますよ。で、花熊はお願いしますね。大丈夫です？大丈夫です？筒井とか小田とか大丈夫です？どこ行っちゃってます？足利義明を見つけました。当家に仕官した。義明って何？見つけたり、そういうやつなの？ねえ。見つけたりじゃないでしょ。出てこいや、お前。普通に仕官してこいや。え、どっか隠れてたのこれ。30歳にもなって。魔法使いか、お前は。何やってんだろうな、30まで。え、引きこもりか。パソコンの前ずっといたか。え、この野郎。30まで。まあ、いつまで引きこもってもね、いつから引きこもっても同じだよ。何言ってんだかよくわかんねえよ。初任。どうせね、みんなね、60とか70過ぎたら引きこもるんだから。もう同じようなもん。ね、そうやって若い引きこもりばっかりみんな文句言うけど。結局みんな引きこもるんだから。人のこと言えねえんだよ、もう。おっと、落とした。いいぞ。よしよし。縄についていてレク。うん？いい部署いるか？いねえか？いい部署いねえな。これより中勤に励む。おお、詐欺も来たか。やっぱりな、幕府の方がいいと思っておる。さあ、筒井と織田の援軍には感謝いたしましょう。道路がないんでね、戻しましょうね。で、今三木を包囲しておると。小寺の耐久4000、城兵はわずか200しかいない。もう援軍は出せないと。赤松ももう積んだの。余が成敗してやる、赤松の。で、赤松をやると、今度は、この裏上だ。裏上の関係をちょっと見てみましょう。裏上勢力情報。毛利との同盟。毛利と同盟しておるが、幕府とは同盟しておらんじゃないか。ひれ伏せい。幕府には、ひれ伏せ以外の選択肢を与えておらん。ということで、花熊誰入れましょうかね、城主ね。ろくなもんがいないからね。まあ、すぐ行けるの、義明ね。義明とかさ、前線に置いたってどうしようもねえだろ、こんなの。義明はね、お手紙書く係としては結構優秀だから、ね、ノーベントが持ってるから、人脈もあるし。これ、もう城主として、やる必要ないな。ずっとバフでやらせよう、バフで。代官でいいんだっけ？速記の方がいいんだっけ？どうだったっけ？忘れちゃったな。それかもう、まあ、いねえな、ろくなのが。
お市はね、バフがかかるから、手元でやっていきたいんですよ、手元で。でも手元にいないな。以下をじゃあ、お市で。ありがたき幸せにございます。お市にしました。あとは、大きい、なんか、ない町、大きい町。何ここもないじゃないこれ。何にもないのこれ。大きい町、大農園とかも。しょぼしょっべえ町。ああ、了解です。さて、要は、淡路、取ろうと思う。うん。長宗我部は来ておるが、ここは世の軍勢を生かせずとも。そうだの、鈴木がやってくれるだろう。援軍40、あれ?その城に援軍として送る兵力が確保で、なんで、ここはダメなのに、こっちはいけんのに。ああ、そうきたか。鈴木にやらせようと思ったが、できなんだ。鈴木は兵がいない。じゃあ、小田かな。小田いけるやろ。仲介しかないか。どうもここまだいけないみたいですね、洲本ね、今ね。わかりました。ちょっとタイミング見て、また行きましょう。さあ、ミキに強行かけております。信長が来た。よろしいか。金をくれる。なんか企んでおるな。まあいいだろう。ミキ、残り3000。よろしいですか。筒井の信用60、交渉、はい。援軍ができる。筒井はいけるやないか、洲本。行け、筒井。よかろう、許す。よかろう、許す。お、すごい。湧いてきたじゃん、長宗我部。ちょうどこれさ、落とす頃に長宗我部と同盟できそうな気がするんだよね。いける?あ、援軍いけるやん。あ、やっぱりいけないんだ。洲本だけはいけないんや。鈴木のなんか力関係が難しいな。じゃあ、5着、もうちょい。5着じゃない。右上もうちょい。ちょっとね、見ながらやってます。和田対騎乗。城へと引き返せ。さあ、どうでしょう。おっと、行きましたね。一気にガス通した。城は我ら右上、陥落。三木の日殺しじゃ。投稿したけどね。これなんて読むんだっけ?泡海。なんだっけこれ。難読ネームだよねこれ。わかんねえな。書いてないもんな。なんだっけ王が。まあいいや。はい。と、立原。立原あるじゃないか。毛利じゃないか。いや。使えるとするか。断らせていただく。そっか。断られちゃったよ。読みわかんないから初段だ。難しいんだ。難しいから耐えるもん。家を耐えさせる。期間。よし。俺より先はちょっと厳しいであろう。今が動くべき時ぞ。うん、一旦、幹にバウンドしてから、騎乗じゃな。だって、幹上じゃ人を入れましょう。もう、入れられる。入れられるやついないよ、もう。下妻、田村あたりが本当はいいんだけど。もう、でもね、戦法的に見たら、この稲戸用とかね、同士打ち持ってるから、これで行くか。ね、クソ弱いけど。もう、サポートをなんとか、いいのをね、取れるよう願うしかないよ、もう。海宝綱近とかいるやん。片付けなし。よし。海宝綱近入れたいけどね、むしろね。ありがたき幸せ。さあ、洲本取れるかどうか。うわぁ、ボッコボコやってるな、これ。これ、長宗我部ボッコボコやってるやないか、これ。嬉しき。あかんわ、これ。で、確かね、ファーストアタックだと思うんですよ、これ。先に、攻め始めてる部隊がいる限りは、後から触れないですよね、確か。あ、落ちましたね。落ちちゃったけど、どうするんだろう、これ。筒井どうすんの?このまま攻めちゃう?あ、行っちゃったね。筒井行っちゃった。あ、行っちゃった、筒井。
これ関係下がるんじゃない？わしらと。下がってるよね。あ、やっちゃった。やっちゃったな。まだ戦いたくなかったけど。先端を切っちゃった。つい先端切っちゃったよ。かようなことになると。ああ。下手くそ。なぜか罵倒されるつついであった。さて、これでちょっと、ね、やりづらくなっちゃったんですけども、こちらの方、山陽攻略ですね。岡山まで行きたいとこですが、こっち来るかな？来るんですよね、きっとね。まあでも攻めてきても、こちらちょっと味方が多いんで、援軍も見込めますんで、まあいけるでしょう。織田軍が来そうです。下手にね、こっちに来れば。さあ、進みましょう。五着、沖潮、ガンガン行こう。まずは、攻略目標、きっちりつけてまいります。これどうしたらいいんだろう？五着にした方がいいのかな？沖潮にした方がいいのか？どっちでもいいか。奥とか手前とか関係ないですよね。さあ、準備場。これは多くの城を準備にしたいところ。時が来たぞ。さあ、準備を始めました。どうかな？3000、3000、2000。総勢9000ぐらいですね。9000で守る赤松勢。軍師官兵がいますからね。そこがちょっと。お！すごい！知略政務、統率、高い！川田長千か。何これ？承認！貴殿を主と。よーし、よしよしよし。よーし。最近ちょっとボンクラじゃないやつもちょろちょろね、入ってくるようになりましたね。よろしいですかね。筒井が60。筒井すぐ60になるな。よし、攻めろ、筒井。五着行け。まず、貴様が先兵となれ。お許しいただきたく。お許しいただきたく。つついだけじゃちょっとあれだろう。かわいそうだろう。続きも行け。援軍だ。五着だ。よし。北進したか？うん。頑張ろ、お前ら。で、神前入れとこう。もう、めちゃくちゃ神前だけは入れるぞ、もう。おかめ、賜り申した。よし。じゃあ、後ろの沖潮を狙いで、出陣いたします。願います。よし、行くぞ。遠目の城から出しております。着陣した。五着を通り越え、沖潮を狙っている。おーおー、めちゃめちゃ強そうなの出てきて。やられちゃってるやん、官兵衛に。あららら、これ大丈夫かな。あ、武田の。もういないんじゃないか？お家断絶じゃないか、これ。おいおい、野地瀬山の。お、行きましたね。7300。連合軍、出ました。で、一色藤長、一旦騎乗ね。ここ、幹、これ幹を守ってました。一旦騎乗させる。やかみじを出すか。6000。これを五着に送ろう。よろしいですか。あれ、生きてたの上杉。まだ生きてた。うん、別に同盟は良いぞ。うん。武田の外交姿勢悪化。武田とは戦っておらん。鈴木が来ましたね。あ、何の魂胆だ、鈴木。まあいいだろう。とりあえず五着につきましたけども、なんだこれ、これこれルートがおかしいじゃねえか、これ。これどこから行くんだよ、これさ。そんなルートねえやろ。ちょちょ、もうみんな帰れ、これ。しまった、これしまった。ルート見てなかった。そう、始めダメだろ、こんなの。そんなルートねえだろ。しょうがないな、近場連中だけで進むか。五着入りました。14000。筒井はもういい。はい。なんか言い出したな。攻略目標に。はい、わかりました。承知いたしました。毛利の支援を100に到達。交渉することないもんな、毛利と。はい、いえ。もう戦わなければいいわ。ずっと伏線。おっとっとっと、8000出てきて。
おっとこれは出てきましたね。6000、これは勝てないか、これは勝てないか。あー筒井ダメでしたね。しょうもないな筒井で。一回引きましょう、旗の一回引け。さあ両面から行きましょう。上ルート下ルート取って参りましょう。どうかな、これでハサミでいけるかどうか。合戦になるか。合戦になりますね。しかしこちらの方が多い。20000対5000、赤松覚悟せい。はい、あとはですね軒口に殺到するだけですね。もう一気に壊して何もできない。すぐですね、あとちょっと。はい、破壊。ダメダメ、出たらダメダメ。まあどっちにしろダメダメなんだけど。風に無勢とはこのこと。パイロ封鎖。うん、勝つとし。おお、本当このゲームはですね、本当舞台数と兵数ですね。まずはね、もちろんね武将の強さも大きく違いますけど、やりやすさに関しては。さあどうでしょう。なんか来たぞ、なんか。え、ここ繋がってるの、赤松と裏紙よ。ないやん。え、これなんで赤いのこれ。いや分からんね。いや、あ、いつもか。何やってんだ鈴木、鈴木何やってんだ。上陸されてるじゃないか、これちょっとやばいな。早いんだよちょっと超速壁との戦いが。鈴木バカタレ、どうする。織田か、織田を使うか。織田を使いいの。よし、超速壁抑えろ織田。本当織田を手の上でね、手のひらの上でコロコロと転がすこの感覚で、沖氏をね飛び飛びで行こうと思ったんですけど、これこの5着だけじゃなくて沖氏も一気に行っちゃおうと思ったんですけど、これまずは5着ですね。5着しっかり押さえていきましょう。手に入れるぞ。豊作だ、豊作。おお、豊作来た。世の領地に豊作ぞ。刈り取れ刈り取れ。地層じゃ地層じゃ、まあ、地層ってわけでもないのか。城を我らのものとせば。あ、5着上辺出てきましたけど、あれですね、強撃でやられちゃって5着落とす。あ、どうかな、沖潮まで取れるかな。米がねえか、米が足りないか。はいよ。あ、そう。78、67、74。先方混乱、いいの持ってるやん。どうしようかな。でも世は人たらしではないゆえ、切って使わす。刀の錆となれい。さあ一回帰還しましょうね。でここにいる人たちを、はい、5着に置いとくというリレーでちょっとやっていきましょう。お、始まりましたね。最下戦争が始まった。どうするの。ビーフやられた。おいおい、やられちゃうのか小田さんは。で我々はどうする。沖潮あたり今度こそもう二つしか城ないんだから、いけるやろ。援軍。鈴木はもうダメだな。でもいけるんだ。このいけるという、気概よ、鈴木の。あ、いけないやん。いけないやんか、俺。目の前のここしかいけないやん、最下しか。じゃあ最下行けよ、ほら。それで構わぬ。もうなんか信用の使い方が間違ってるな。よし、筒井も、筒井ここ行け、洲本。プレッシャー与えてこい。構わぬ。よし、いいぞ。
どんどんこれね使っていきましょう。この人たちは内陸にいるからいくら使っても大丈夫。ゼロカロリーだから、これいくら使ってもゼロカロリー。さて8分の8、労力あるな。なんか使おうかな。で、金が7万6000。増えましたね。5着に結構溜め込んでたのかな。かなり増えました。で、収入が3200。これでもね、今回あんまり精霊をですね、意識してあんまりやらないようにしてるんですよ。あんまりっていうか、1個しかやってないかな。海上輸送だけしかやってないんですよ。もう、制度改新すらやってないですけど。これで、どうなんだろう。いいんじゃないかなと。まあ、制度開始の100ぐらいはやった方がいいか。100しか減らないから。このね、収入がすごい減るじゃないですか、精霊やると。やらない方がね、いいんじゃないかなって気がしてくるんですよね。そうすると、やらないと、結構簡単に何千何万という収入になって、で、それをですね、内政に回せるわけなんで、そっちの方が早いんじゃないかとね、最近思えてきたんですよ。ただ攻撃力を上がるとか、攻撃力が上がるって日本語おかしい、攻撃力上げるとかね、そういうパラメータ上げる系はもちろん精霊やった方が強いんですけど、まあそもそも内政力で勝てないかという感じですね。どうなんだろうと。お金持ってないとね、結構できないこと多いから、ギリギリでやってると。お金は潤沢に持ってからやりたいと思っておりますが、どうでしょう、コメントください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンをグググググッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃあ皆さん、またんご。